もうその事前予約といいますか、もうかなり売れてるということらしいんですよね。なので結構皆さんの期待を背負ったこのベゼルが、まあ新たに出たということで、もうワクワクが止まらないっていう感じですよね。というわけでやってまいりました、ベゼル、新型ベゼル、しかもグレードが Z でございます。今日はね、こちら、試乗させていただけるということで、一般道と、高速道路、運転しようと思います。私が気になるのはやはりホンダセンシングですね。ACC と LKAS、 高速道路でね、結構な半自動運転といいますか、かなりの精度の高い、ホンダセンシングがついております。いや、後ろもかっけえよな。いや、しかしだいぶスタイリッシュになりましたよね、今回の、ベゼル。ちなみにこちら、EHEV2 モーターハイブリッドなんですよね。 WLTC モード、こちら FF で、24.8kPa 走ります。いや、優秀だよな。いや、ちょっと軽くね、ちょっと試乗する前に内装を見ていきましょう。はい、お邪魔します。いや、すごいよね。もう、エンジンつけてます。今これハイブリッドカーなんでね、音がしないんですよね。一体ね、どれだけこの電池残量だけで走れるかっていうのも楽しみですよね。ホンダコネクトが使えますというか、これ音声ガイドがなんかすごいナミナミしとるよ。ちなみにこちらエンジンの方が106馬力ですね。で、最大トルクは127ニュートンメーターなんですが、どっちかというとね、これモーターで動いてる感じなんですよね、EHEV って。モーターのね、最高出力が131馬力なんですよね。で、最大トルクが253ニュートンメーターもあります。なのでね、走りにめっちゃ期待だなと思っております。では試乗の方行ってみようと思います。ホンダベゼルハイブリッド EHEV、 いやー、新型乗っております。いや、スーッとね、走り出しましたね。乗った第一印象はね、軽いなという印象があります。ボディはね、結構やっぱハイブリッドなんで重たいんですけど、すごいやっぱトルクが大きいんだなという感じがします。何これ、乗りやすい。女性の方にも乗ってほしい。車高がやっぱちょっと高いんで、見晴らしも結構いいんですよね。で、まあこのなんかすごいストレスのない走り、このやっぱ EHEV ってやっぱね、なんかちょっとちゃうぞ、これ。あれ、なんかフィットとちょっとちゃうぞ。なんかパワー上がってる？ひょっとして。その辺ちょっとね、パワー上げると燃費が悪くなるっていうのもあるんですが、それでもね、WLTC モードで 24.8kPa あるんで、いやー、十分だわな、という感じだな。ちょっとこの、いきなり ACC 使ってみたいと思うよ。前の車に、距離設定。今、アクセル離した状態です。前の車にね、追尾しております。ここを40キロなんで40キロまで設定しますね。信号待ちで、前の車が止まると、はい。ね、完全にブレーキまでしてくれます。今、0キロです。停車中は、サイドブレーキね、引かなくて大丈夫なんですよね。このモードにしてると、まあ、勝手に、ブレーキ、停車中でもかけてくれると。ただ、普通のね、自分で運転したいというときは、このブレーキホールドシステムがありますので、そのボタンポチッと押しとけば、今の状態になります。で、今、表記が EV ってなってますね。ちなみに、モードは、イーコンモード、ノーマルモード、スポーツモードあります。ノーマルで走ってみようと思います。はい。前の車が出ましたね。あれエンジンかかってる。あ、今ちょっと、前、左に曲がるのに集中してて。あ、エンジンかかってますね。あ、でも EV になってるわ。あ、そうか。
あのエンジンかかるんですけど、出力の方はモーターだけですね。この実際車を動かすのはこの、EV の方でモーターの方で動いております。でエンジンがかかるときはそのモーターを電池をね充填しているということに使われてるみたいですね。後でねちょっと高速乗るんですけど、高速道路の場合は、この、普通のガソリンエンジンも、プラスされて、運転するということですね。3つのモードに分かれるみたいです。でやっぱ足回りね、思ってたよりなんかねゴツゴツ感がないっていう感じがします。やっぱ SUV のイメージってね、結構太いタイヤで、これもミシュラムの18インチ今履いてるんですけど、インチがアップすると結構乗り心地ってね、悪くなっていくんですよね。なんですけど、結構いい感じですね。まあ、柔らかいっちゃ柔らかい、硬いっちゃ硬い、硬くもないか、硬くはないですね。ちょっと踏み込んでみますね。今ガソリン使ってます。結構踏み込むとね、ガソリンエンジンが回るようなイメージですね。 EV にはなってないです。こちら50キロまで走れる道で、今45キロです。EV になりました。なんとなくね40キロぐらいですね。だいぶ EV やな。もうちょっとじわっと踏みますね。これもねアクセルワークによるんですよね。やっぱキビキビ走りたいっていう人はグッと踏んじゃうんで、そうなるとやっぱガソリンついちゃうみたいですね。おーいけるいける。お40キロまだ EV です。48ぐらい48ぐらい。なあでもこれ結構バッテリー容量も大きくなってるんじゃないですかね。前のねベゼルはIDCD って言ってね、シングルモーターの、ユニットだったんですけども、ハイブリッドシステムだったんですけど、やっぱねエンジンが主体だったんですよね。でこれからねやっぱ電動化が進むということでね、やっぱバッテリーとかモーターの開発がやっぱホンダの方進んできてるんだなという感じがします。で2040年ねになんとね、完全に内燃式がなくなるということなんですね。発表がありましたホンダさんの方から。2040年にもう完全な EV もしくは、FCV 燃料電池ですね、水素ガスの、それになるということで、もうこういったねハイブリッドカーはもうホンダでは売らないということなんですよね。まあだいぶ先やけどな2040年って。でトヨタの方でも2025年かに、EV を、15台ぐらい、車種を増やすということで、結構ねやっぱ日本でもこの EV 化っていうのがすごい加速してきたんだなという感じがします。今ね北京モーターショーねやってるのをちょっとライブ中継見たんですけども、もう9割ぐらいもうガソリン車はもうほぼないって言ってもいいですね。で EV でもね高級セダンが結構売れてるみたいで、それと真逆のねすごい45万ぐらいで買える安いね EV っていうのもよく売れてるという感じでした。ホンダもベゼルみたいなねこれの EV みたいなの出てました。こんな感じです。写真貼っときます。いやーそのうちね日本でもこれ売るんじゃないだろうかという感じはしましたけどね。まあまだまだねやっぱこの海外と違ってインフラ設備がまだまだ整ってないんですよね。私ホンダ E 乗ってる、実感してるんですけど、やはり急速充電だけで、運用しようと思えば、まだ日本ね、ちょっと厳しいところがあります。家にね、一戸建てとか、マンションとか住んでる方でも、駐車場にね、200ボルトの、コンセントがあれば、電気自動車って、まあ、夜中充電してね、朝 100% になるんで、まあ、それは一番楽なんですけども、
まだそういう設備ね、整ってる方がかなり少ないので、ね、特にその集合住宅ね、マンションとか住んでる方は、まだまだやっぱコンセントつけれないんで、やっぱ今現在は、まあ、ここあと10年ぐらい近くはまだこのハイブリッドを日本でメインに走るんじゃないだろうかと、私は予想しますね。まあ結局はインフラ設備って感じですよ。今、イーコンモードをしました。なんかね、何が変わったんって感じ。さっきまで、やっぱエコ運転を、心がけて、よく燃費とかね、EV でちょっとでも走りたいとかね、いう意識があれば、まあ、ほぼアクセルワーク変わりません。なので、まあ、常に、まあ、そういったね、意識を持ちながら運転するっていうのもいいですよね。このイーコンモードで常に走るというのもいいと思います。これ後ろから近づいてる車のサインがミラーに出ますね、チカチカっと。あ、そっか。で、 B、 このね、忘れてたシングルペダルよ、これね。ここパドルシフトで、ほら B っていうところ、これがね、減速セレクターなんですよね。強さを変えれます。このイーコンモードでシングルペダルモード、これすると一番電気が溜まりやすいんじゃないですかね。アクセル踏んで離すと、回生ブレーキが効きます。車全体がね、ちょっとぐーっとね、ブレーキがかかった感じがします。それで、まあ、充電をしていくといったものになるんですよね。はい、というわけで、今から高速道路に、入りました。よっしゃ、合流。もう見晴らし最高。今日ちょっと混んでますね。スポーツモードどんなもんや。ちょっとスポーツモードにしてみるね。おお、元気いいね。あー、すごい、後ろから知らせてくれる。あ、すごい、結構センサー敏感。今ね、追い越ししようと思ったら、後ろからね、車が来たんですよ。それを知らせてくれます。これ結構高速の合流とか役立ちますね。高速道路入りましたので、 ACC と LKS 今設定してみようと思います。今前の車に、追尾しております。アクセル、今外してますね。すぐ踏めるように、してます。白線を読み取って、こちら自動でハンドルが補助してくれるというシステムですね。すごい安定してる。で、ちょっと高速道路ロードノイズね、今みたいなこう設定速度ねして、こうゆるっと走ってる時はもうほぼエンジン音が室内に入ってこないんですよね。なので逆にね、そうなってくると、まあほぼ無音状態なんで、逆にね、ロードノイズが普通の車だと気にならないんですが、こういったねハイブリッド2モーター式のハイブリッドとか乗っちゃうとね、そこまでね、なんか聞こえてくるんですよ。で、風切り音は全然しなかったです。やっぱね、このシャープなデザインになりましたよね、今度のベゼル。ほぼ風切り音は、やっぱ空力かなり考えられてるんじゃないかなと思いますね。料金は450円です。はい。今、高速道路降りました。ホンダカーズ大阪東花園店まで案内して。ホンダカーズ大阪東花園店を探す。番号をお話しください。1番。目的地に設定しますか。すごい、音声ガイド使えた。まもなく森の宮ニューロを左方向です。ちょっと今下道なんで、もう一回減速セレクター、シングルペダルね。アクセル外したらブレーキ。あー、なんかね、今メモリが4なんですけど、そんなにめちゃくちゃグッとなる感じじゃないです。EV カーとかに関しては結構ね、あれ減速すごいんですよ。なので助手席に乗ってる方がね、こうガクーンってなるぐらいです。ですが、このベゼルのシングルペダルは、こうでしょ、踏んで離す、やわーっていう感じ。それでも、こっちの方が自然かもしれん。ね、こうなった時に、後ろのブレーキランプってどうなってるのかなと思いますね。もしね、わかる方は、コメント欄に書き込んでくださいね。教えてください。
で、さっきからちょっと思ってたんですけど、なんかね、ハンドリングがいいね。ちょっと追い越しするときとか、なんかね、車線変更するときの、このハンドルの切れ味っていうのがすごい、なんか意のままにいくというかね、なんか本当に、なんかスッといくんですよ。まあこういったね、EHEV っていうね、パワーユニットもかなりいいなと思ってるんですが、やっぱその基本性能ですよね。その辺がやっぱ強いな、この車は、と思いながら今運転しております。で、これ唯一ね、惜しいのが、やっぱ車高ですよね。1550切ってないっていうね。どうしても集合住宅住んでる方は、立体駐車場で制限っていうのがありますよね。車幅よりも車高かもしれないです。意外と1550以上入らないっていうね、立体駐車場多いので、その辺もうちょっと車高を下げたバージョン出しても良かったのかなと思います。で、さっきからね、ちょっと走ってると、結構チラチラね、見てくるんですよ。あ、新型ベゼルもう走ってんの?みたいなね。やっぱ興味皆さんあるんじゃないですか?すれ違う人にね、目が合うんですよね。あ、ベゼル乗ってるみたい。あ、ベゼル走ってるみたいな。結構目立ってる感じするな。やっぱ室内もね、結構質感が高いんですよね。ところどころね、結構ソフトパッドがね、対応されてて、こう手がね、こう触れるところが、こう革張りだったりとか、こうちょっとふかふかしてるんですよね。なので、結構ね、上質感をね、乗ってて感じるんですよね。これね、ガソリン車でも結構いいんじゃないですか ?220 万台から買えるんですよね。ホンダセンシングもね、ついてるんで、ガソリンモデルでも。なので、いや、結構お買い得やなと思います。いやー、これでね、やっぱ山とか海とか行きてえわって感じになる。特に山に行きたい。SUV せっかく買ったんだからね、なんかちょっと悪路を走ってみたりとか。で、これヒルテンセントコントロールっていうのがついてるから、ね、やっぱ本格派なんですよ、このベゼルってね。意外と。このタウンユースな感じもして、結構スタイリッシュで、街中でも似合うんですけど、意外とね、この山行ったら面白いんじゃないかなと思いましたね。で、4駆タイプはね、AWD ね、アジャイルハンドリングシステムっていうのが、タイプ R と同じですよ。あれがついてるんで、結構ね、やっぱ走りが、これ追求されたモデルなんじゃないですか?その辺ついてきてると。かなりやっぱ乗りやすいなと思いますね。機械が補助してくれるんですよ。運転がちょっとそんなに自信がないっていう方も結構いらっしゃいますよね。そういう方はぜひね、この車に頼るっていうね、乗り方もあります。このハンドリングも補助してくれるし、高速道路でも ACC とか LKS ね。とにかく車が補助してくれます。このベゼル。なのでやっぱね、安心して乗れるわけなんですよね。やっぱ新しい車に乗った方が安全なんだなという感じはします。はい、というわけでホンダベゼル長々と試乗いたしましたが、いや、この車買いだなと思いました。まあもちろんプレイでもいいと思うんですが、若干ね、プレイは販売台数が少ないということで納車に時間がかかるみたいですね。今このベゼルものすごい売れてるみたいで、ついこの間、販売が開始になったんですけども、発表開始になりましたが、もう、そう、事前予約といいますか、もうかなり売れてるということらしいんですよね。なので、結構皆さんの期待を背負ったこのベゼルが、まあ、新たに出たということで、もうワクワクが止まらないっていう感じですよね。はい、というわけで、今日は、ホンダカーズ大阪東花園店さんで、車の方で、レビューいたしました。こちらね、試乗車として乗れますので、詳しくは下の概要欄を見てくださいね。そしてもちろん全国のホンダカーズでこちらの車買えます。なのでお近くのホンダカーズの方に皆さん、ぜひとも見に行ってくださいね。で、私のチャンネルね、こういった車の試乗動画を、よくしておりますので、もしね、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。そしてグッドボタンもよろしくお願いします。はい、というわけで今日は、新型ベゼル、試乗してみたでした。じゃあね、バイバイ。